コンビニコーフは簡単お得。七夕織姫とタッケイが行く。皆さん、コンビニコーフをご存知ですか？マイナンバーカードを使って全国のコンビニエンスストアなどで住民票などの証明書を取得できるサービスなんです。ではタッケイ、早速やってみましょう。まずマルチコピーメニューから行政サービスを選びます。次に行政サービスメニューから証明書交付サービスを選びます。同意事項が表示されるので内容を確認し次へ同意するを押します。次にマイナンバーカードをカードリーダーに置きます。マイナンバーカードを置いたら次へ押します。お住まいの市区町村の証明書を選び確定するを押します。マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号を入力します。暗証番号を入力したらマイナンバーカードを取り出します。次に交付する証明書を選びます。交付種別を選びます。証明書に載せる項目の有無をそれぞれ選びます。次に発行する部数を選びます。入力内容を確認して証明書の交付手数料を入金します。入金が完了したらプリントスタートを押します。なお個人情報はマルチコピー機に残らないので安心です。最後に確認をして終了です。証明書や領収書、お釣りなどの忘れ物にご注意ください。わあ、本当に簡単ね。コンビニコーフでは午前6時30分から午後11時まで全国のコンビニエンスストアなどで5種類の証明書を取得することができます。コンビニコーフを利用するにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの申請方法、コンビニコーフの詳しいことは福生市ホームページを見てね。